はい、1月5日、夕方の、マンハッタンです。今私がいるのはセカンドアベニューの62ストリートですね。今日ね、雨も降ってたんでね、もうこの時間は車の方も少し少ないかもしれません。この先ね、クイーンズボロー橋に渡るところなんですけれども、人は少ない、車は少ないです。この先ね、クイーンズボローブリッジに渡るところの橋があります。ローアブリッジにね、渡るところですね。街行く人も少ない気がします。61ストリートになりました。レストランもね、この外にアウトサイドダイニングがこのように出ています。ちょうどね、そして今、ルーズベルト島に行くトラムが出てますね。今ね、見えますでしょうか。ちょうどね、今ルーズベルト島に行くアイランド、ルーズベルト島に行く、見えてますか。はい、まあ、トラフィックの方もね、車の流れの方も比較的今日はね、渋滞が少ないですね。夕方ですけれども、車の流れは少ないです。今ね、マンハッタンにね、車が入ってきています。クイーンズの方からマンハッタンに車が入ってきています。そしてね、今日はね、宝くじパワーボールが630ミリオンの、抽選の日です。私もこれから買ってみたいと思います。私も今、宝くじですね、パワーボールの方買いました。ね、少しそしてここはセカンドアメリア60ストリートですね、ところです。クイーンズボロー橋に渡るところの橋ですね。トラフィック、少しね、今日はそんなに混んでませんね。上の橋、上限の橋の方も混んでません。また明日、ご視聴ありがとうございました。